その場所に合う、その環境に適していくっていうのは非常に大事なんですね。私は人間もね、その環境に適していてそれを嘆かない、与えられた環境をありがたく生きるっていうのはこう大事だと思います。しかしその中でね、対策、工夫、そういう工夫をしてね、 よりよく幸せで生きるってこともできると思うんですよ。今のコロナ禍で大きくなってしまったものは何かというとやっぱりね私だけ今だけ金だけみたいなねこういうね闘争とか戦争とか競争とかこういうところに入ってしまってるのはなぜかなって考えた時にそれはねやはりみんながね お金のの支配の中に組み込ままれてしまったと。少しでもそのお金から脱却するためにどうしたらいいか皆さんベランダでもいいから自分の野菜とか自分の穀類とか色々いろいろ作ってみましょうよ皆さん。 ね、種は豊昇で提供しますよ。で、作るということ、育てるということ、それはどういうふうにしていいのかというと、まず植えてね、芽が出たんだ、で育つんだ、花咲いたんだ、実がなるんだ。もうね、子供の成長を見るようでね、嬉しいんですよ。そこで芽でて、愛して。えー、こんなに大きくなってくれた。その、 自分で作ったものをですね、食べるときにもったいないから根っこも葉っぱもみんな食べちゃうっていうね、その命をいただき、あなたがまたこの骨身ができるわけじゃないですか。だからね、こういうことをしますと、命を育てるという深い深い人間の愛が育っていきます。農業をやりますとね、本当の深い深い人間の愛が育ち、 そして人々を愛する。何人も愛する。そういう風になっていけると思うんですよ。それはね。 私一人で育ってるわけじゃないんですね。この大根を食べさせていただいて、ビタミン C もね、あって、体に良くてですね、私を生かされてるっていう気持ちになるんですよ。農業をやってほしい。そうすると、経済の輪っかから離れて、競争とか、少なくとも自分のね、食べ物を自分で少しでも作る。できない時きには、豊岡に帰ってきてください。えー、こういうことをやっていけば、すごくいいんじゃないかと思いますね。 で、こういうことをやってますとね、愛が増えますからね、リタシンという、あの人もこの大根を食べたいんじゃないか。あの人も無農薬、無化学肥料のものを食べたいんじゃないか。あの人も健康になる、えー、そういうホメオパシーのじ、ね、自己治療食、食発で自ら健康になるホメオパシーを使いたいんじゃないか。ね、人の幸せが自分の幸せになってくるんですよ。命は大事ですね。 本当にこの命を長らいためにですね、本当に大事に、大事にしていく。その時に、いろんな方がね、お金が一番だと思って、人のものまでぶんどってしまう。そうすると勝ち組、負け組ができてしまって、負けたものはトボトボと歩かなきゃいけない。勝ったものは俺すごいぞってがね、こうやって見下しているとコロナにかかったしますよね。<laughs> でもね、この中でね、 えー、本当にこの利他心を触発するにはね作物を育ててこう寝くしんでいくでこう何人も愛するとなるにはまず自分に対して頑張った時にはよう頑張ったね よくやったねーって褒める。できない時には、いいよ、できなくてもいいんだよ、次頑張ろうと言えばいいんですよ。ダメでもダメでも自分を愛してあげる、共感する、共感とねぎらいと愛を。 与えるってことそれできないとき許すということ許すことは愛ですよ皆さんねこういうことをやるとすごくいいんじゃないかと思いますね、えー、私はそういうことがね農業をやってどん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 ね作物を見ていく中で増えていきました本当に自分ができないときはものすごい自分を責めてましたけども今そういうことはなくなりましたよできないときはそれでいいんだと許せるようになりました まあね自分でもなん,なんだけど人間の深みが増えていったかなってそれはいっぱいの苦しみがあったがゆえに深みが増えていったなとこう思うわけです。